フレンズショップとは、かつて、山陽電気鉄道の主要駅構内にあった、小型売店である。山陽明石駅構内のフレンズショップかつては、山陽電鉄の主要駅の多くに設置されていたが、業務の合理化及び、コンビニ業態への転換を進めたことにより、2020年2月29日の、山陽姫路駅を最後にすべて閉店することとなった。東から順に記載。 閉店日の記載はいずれも店頭の掲示による。ローソンフレンズ山陽たるみ東店大手コンビニエンスストアのローソンと山陽電鉄沿線においてコンビニエンスストアを展開することで合意し、事実上フランチャイズ化による包括業務提携を締結する。第1号店舗としてローソンフレンズ山陽たるみ東店が2014年11月13日に営業を開始。 ローソンフレンズ山陽板宿駅店が2014年12月中旬に営業を開始し、これらの店舗を皮切りに山陽電鉄沿線での店舗展開を進める。ローソンフレンズの所在駅を東から順に記載。フレンズショップの運営は山陽電気鉄道が全額出資する子会社、株式会社山陽フレンズが行っている。本店、本社事務所は親会社である。 山陽電気鉄道本社と同一にある。山陽フレンズはフレンズショップの運営のほか、主要駅における定期券受託販売、宝くじ販売等の業務も行っている。ありがとうございます。